おはようございます。ビッグウェーブさん1個目、ありがとうございます。おはよう。ゆうきにゃん、だるま、デブにゃん、こばん、ありがとうございます。おはよう。すごい粒豆っていうんですか、分からん、名前が分からんけど、おニューパジャマです。これはあつ森あつ森ジェラピケです。ジェラピケあつ森コラボ、見て、あの家具とか買った時の葉っぱ。ヤスベーサーこたつありがとう。買ったの？あのやつか、あの白と上が白でズボンが茶色のやつ、あれとめっちゃ迷ったけどこっちにした、なんとなく。でもこっちだとね、ズボンが短パンなんですよ。だから寒すぎて、さすがに下はね長ジョボン。靴下もゲットしました。そう、めっちゃ売り切れてた。昨日見に行ったラスト1点ぐらいでした。これと靴下をゲットしました。寒い。粒豆、粒豆って言うんですか。あや、あつ森。コーラと醤油を間違って一気飲み。アホやん。やばない。やばすぎないですか。おはよう。あつ森どう森はやってたわ3DS ではやってましたよ。いつもあの、いつもなんだっけ、ちょくちょく開くの忘れてからあのなんだっけ、髪の毛をいつもピンクにしてたんですけどくそ、サロンに行ってからいつも髪の毛ヘアセットピンクにしてたらね、でもちょくちょく開かないから、いつも開いたら髪の毛ボサボサだった。つらい。あや、明日の公演ね、当たったんやん。おめっ
父さん、明日の公演頑張ります。はいよ。どうもりはやってた。でもね、あつ森はなんだっけ、あつ森さ、あつ森最近買った人おってからね、あ、スイッチとマリオカートとあつ森を買った人がおるよ最近。でもね、あつ森がね、あつ森ってなんかどっちかっていうとさ、こう時間をかけてやっていくやつじゃないですか。マリオカートはビャーンビャンビャンビャーンって感じやけど、なんか日々ちょっとずつなんかやっていくやつやん。それがね、全然合わんかってからね、3日ぐらいでなんか売った人おる。おもろない。買って3日ぐらいで、あ、もう売った。え、おもろすぎないか。デブニャン、コバン、サトシン、ハートありがとう。はよ、サインボールもらうという夢でした。おお、ええやないですか。サインボール懐かしい、懐かしいね。おはようございます。でもね、マリオカートも 3DS でしかやったことないんだけどね、久々にねやったらね、スイッチのマリオカート貸してもらって、バーンって2人でやったんですけど、意外にね、あの、覚えてるもんですね。もうガチガチの初心者やと思われてからね、アイサが。あの、スタートダッシュさ、あるやん。スタートダッシュプイーンって行くのができたけえね。驚かれた。3, 2, 1, プイーン。あれはもう基本すぎるよね。2ぐらいで押せばいいんやろ。スタートダッシュできますよ。イエイ。その基本情報ぐらいは知ってて驚かれた。あや。でもなんかめっちゃすげかった、あれなんですよ、なんかすごいショートカット方法があるみたいな、なんか語ってた。スタートダッシュいつも失敗するけど、ガス欠するんですか、パフ。おもろい。スイッチ取られた。おもろい。今日から1週間テスト、あ、1週間テスト1週間前、アイさんもない2週間前、やばい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 。リセットしちゃおもろい。そのままいけい、そのままいけい、巻き返すのも大事。
ガスの煙がガス欠だ。そうちゃんかわいい、ありがとう。おもろい。久々にやると楽しいね。でもアイサがスイッチ借りた人ね、今もれなくマリカしか持ってないからカセットなんかおすすめ聞いてたよ。そうちゃんけんよんぱちさんギフトありがとう。テスト勉強頑張ります。明日僕恋が終わったらとりあえずやる。明日の僕恋が終わったらとりあえずやります。おはよう。おはようございます。3日間夜勤。やば。頑張れ。せーの、頑張れ。頑張れ。2泊3日で広島。ええね、勉強する場所探す。なるほど、えらい。広島に来てまで勉強するなって。これあつ森です。あつ森粒豆調べてみよう。あつ森パジャーマ。サトシンデブニャンヤスくんギフトありがとう。眠くて目が開かない。だと見えないじゃん、そんなの。会えることを期待して毎日仕事頑張ります。頑張れ。ファイト一発。おはよう、チャビくん。粒豆は何なんですか？タヌキ？この粒豆とやらは何なんですか？タヌキですか？犬？いややすくん、ハートありがとう。
ういうこと？あやさん、白いリス？そういうこと？嬉しい。そういうことだったの。嬉しい。楽しみ。白リス。楽しみ。たぬき、たぬきか。おもろい、やった。おはようございます。では、そろそろランキングを読みたいと思いまする。13位、ひろたんたん。12位、あやさん。11位、すーさん。10位、せいがくん。9位、かんちゃん。8位、ひげのまささん。7位ひでさん、6位そうちゃん、5位ゆういちダビッドソン、4位ゆっちゃん、3位キズナックさん、2位ふうさん、1位はドゥルルルランやすべさんです。ありがとうございます。シルクバラさん、シロリス楽しみ、イエーイ、ありがとうございます。では今日は夕方配信できるかどうかまだ保留です。何時に帰ってこれるかがわからないんですけど、できたらやりたいと思います。それではバイバイ。